高淵森林公園は、香川県高松市東上田町にある公園の森林公園。香川県の制定した大焼け淵森林公園条例によって定義されている。元は、香川県農業試験場の種病育成場であったが、後県民の心身の健康の増進並びに森林、及び緑化に関する知識の向上を図ることを目的に土地を整備開放し、 1978年に条例制定及び開園した。現在、指定管理者制度が導入されており、財団法人化、川水と緑の財団が管理している。香川県東部林業事務所が本拠オフィスを置く。香川県選定の香川の緑百選や環境省選定による四国の道にも選ばれている。神淵森林公園、西門高松市東上田町校。 ふち森林公園、東門気田郡三木町、田中上、宮尾甲淵森林公園、南入口高松市東上田町左方向が大焼ふ淵エリア、右直進が双子山エリアを大きく分けて甲淵池を中心とした植物公園をメインとしたエリアと双子山を中心とした山林を中心としたエリアに分かれる。なお一部の施設の利用については前もっての、 利用申請を必要とする。申請に必要な書類の書式は、公園の公式サイトより、マイクロソフトワード形式でのダウンロードが可能。三木町コミュニティバス場、宮尾バス停バス停西奥に、公園東門が見える、郊外地にあるため自動車でのアクセスが望ましく、公園内においては指定路は乗り入れが可能。また公共交通機関を用いる場合は、三木町側からのアクセスが、 公園入り口への徒歩距離が最も少なく道のりの上下も比較的緩やかであるため体力的な負担が少ないと言える。至近の最寄り駅は高松琴平電気鉄道長尾線の高田駅、農学部前駅と言えるが、これら各駅より徒歩で公園まで出向くと45分程度かかるため、意図的なハイキングウォーキングを目的とでもしない限りは、徒歩連絡は現実的とは言えない。 ありがとうございます。